2023年12月、支店のベランダ園芸、バルコニー園芸ですね、宿根草の植え替えです、の動画をね、撮りましたので見ていただければなと思います。実は本来は10月11月ぐらいにいつもやるんですね。ちょっと12月寒いじゃないですか。なので少し暖かい、まだ秋から冬に変わるぐらいにやるんですけど、今年はちょっと時間がなくて12月の中旬になってしまいましたが、でも今年はなんか暑いのでね、なんか不思議な天気ですよね。この時期でも20度超えたりするので、まあいいかなと思って、余裕を持ってやってましたし、そんなにね辛くなかったので、これはこれで良かったかななんて思います。基本的には私はベランダなんか鉢で植物を育てていますが、毎年全ての植物を植え替えたり鉢増しをしたりします。本やテレビとかではね、植物によっては、まあ、状況によっては2、3年で植え替えてみたいなのもあったりもしますが、こうあんまりねベランダがそんなに大きくないのと、それでもやっぱり種類たくさん植えたいじゃん。そうなるとできるだけこう小さくね育てたいなと思うと、毎年植え替えたりこう鉢を上げることで、こう宿根草とかね、こういう草物はこう本来はもっと大きくなるのに、こう半分にしたりね、3分の1とかに3分の2とかにすることで少し小さめに鉢のサイズを私決めてるんですね。一番大きくても15鉢っていうのは、10×3 なので約30センチ、直径30センチの鉢なんですけど、それを私は、まあ、限度としてます。なぜかというとね、それ以上大きいと腰痛くなっちゃうんだよね。もう年齢も年齢なので、これが限界で、これ以上大きくならないように、そしてこの鉢で植えて、見た時に綺麗に見えるようにっていう意味で毎年植え替えしつつ、結構根が張ってるのは切ったりね、逆にあまり生育が良くない時は鉢を小さくしたりもします。30センチ以下の鉢だったらと思っているので。でも結構うちのベランダはね、なんか調子がいい子が多くて、まあ、もう15年以上植物を、ね、育ててるからね、だいぶちょっと自慢じゃないけど、だいぶね上手になってきたかなと自分では思ってます。植物の声も聞けれるようになってきたかな。なのであんまり枯れることもないし、結構もりもりと大きく育ってくれているので、今のこのやり方でとりあえずはいいかななんて思っているし、毎年植え替えて鉢から出すことで、今年の私の植物のこう育て方、めで方が良かったか、それともあまり良くなかったかっていうのの、この確認もできる、そういう意味では自分のこのガーデニングのね実力を上げるためにもいいかなと思います。これはね、実はエレンダニカっていう観葉植物を結構大きくなったので株分けしてます。これ結構ね使える植物で、観葉植物なんだけど、横浜ではね多分外でも育つんですね。冬でも越冬できてしまうので、まだお店だとかだと高い苗で売っているんだけど、株分けしてね、お友達とかね江戸さんにあげようかななんて思ってます。ギボウシも私大好きで、去年は確か本当に鉢増しをしただけだったんですけど、結構大きくなって立派になったので、株を分かるかな、横にちっちゃい株をこう切ったのね、だから大きい株はそのまま植え替えて、小さい株を残して、その株を小さい鉢に植えて、そしてねちょっと大きくなったら、これもねお友達とかね欲しい人にねあげようかななんて思ってます。ギボウシも実はね、これぐらいの苗でもね、お店で買うとね、いいとこだと数千円しちゃったりするのよ。これを
タダであげたりするので、皆さん欲しい人は早めに欲しいと手を挙げてくれれば言ってくれてもいいし、毎年こうやって植え替えるのでね、早めに言ってくれれば来年あの株分けした時にあのプレゼントすることもできたりします。宿根草っていうのは一年草と違って、こう毎年ね葉っぱは冬場に落ちちゃったりすることもあるけども、あの基本的には毎年あの葉っぱを出してお花が咲いてみたいな植物を宿根草で言います。一年草は、その一年でお花も終わって枯れてしまって、まあ、種が残ってたらからもう一度植えるみたいなものが一年草ですね。基本的には私はほぼ 95% 宿根草かな。たまにパンジーとかね、あのイパチェンスとかを一年草育てる時ありますけども、基本宿根草で、特に葉っぱが綺麗な植物、ギボウシもそうだし、さっきのエレンダニカもそうだし、一年中できるだけ綺麗な植物、すごい綺麗だなって買っても、夏の暑さでね汚くなる植物もあれば、伸びいいなと思って買ったらだいぶ伸びすぎて床までドローンといって、なんか大変なことになっちゃったりするので、お店に置いてある植物をあんまり信用しない。ちゃんとネットとか本とかで調べて、どれぐらい大きくなってどれぐらいにこう成長するのか、成長の速さも含めて調べてから買うようにすると、ミスすることはないと思います。この辺も本当に小さい苗でしたが、2、3年するとね、ものすごい10倍ぐらいでかくなってしまうんですね。びっくりしちゃったりするんですけど、でも大きいは大きいなりに、ね、迫力があって私は好きで、30センチぐらいの鉢だとこれぐらいの迫力が、1株でね、これぐらいの、毎年3分の1ぐらい切るのが切るんだけど、それでも毎年パンパンの冬になるとなるっていうのがね、すごいな、なんて植物って本当にすごいなって、毎日見てるとわからなかったですね。1年通して見ると本当に成長ってすごいなって、ただ水やってちょっとね見てるだけなのに、なんか人間より強いんじゃないかなと思うことはありますが、こうやって見るとグラス類が多いですね。ほとんど花が咲かなかったり、花がほとんどこう目立たない植物が多いです。よくガーデニングで言われることは、お花が大きかったり目立ったり、こうお花を追い求めれば求めるほどこう植物的には弱くなったりするって言いますね。私はバラも大好きなので、バラはどちらかというとそんな感じが多い。でもお花がそんなに咲かなかったり小さかったり目立たない植物っていうのは、実は葉っぱが一年中綺麗な植物が多いんですね。そういう意味ではお花だけを追わずに葉っぱを追うっていうのも私のガーデニングの一つのテーマになっています。ワイルドオーツ、チャスマンズラティフォリウムだったかな、私の大好きなポール・スミザーの本を見て、買ったものですけども、これももうほとんど10年以上、今日ね植えてる株は10年以上15年ぐらいずっと育てて植え替えて鉢増しして株分けして友達にあげてを繰り返してて、それでもこんだけ生きてくれます。特にこのワイルドオーツチャスマンズラティフォリウムは紅葉するんですね。紅葉もやっぱり素敵じゃない、季節感を感じる。秋ってお花が少ない代わりに葉っぱがね黄色や赤になることで季節を感じるって、そういう意味でもお花を追わない、季節を感じるために葉っぱを見るっていうのもなかなか日本人らしくてこう素敵だななんて思ってます。ビニールシートを敷いて毎回ゴミを捨てます。一応ね土はね家庭ゴミで出せれますからね、小分けにして皆さん出してください。ベランダ大変なところはね、土をあんまりこう流せないんですね、詰まっちゃうから配管に、なのでこういうところもしっかりとね葉っぱ土をねこう吐いたりね捨てたりしないといけません。さあ1日頑張りました、3、4時間かかったかな。
結果を見てみましょう。推奨欄、私の好きですねものですね。そしてカレクセバーゴールド、これも 12,3 年育ててますが、大株に鉢でもこんなに大株に育って、鉢も見えないぐらい素晴らしい明るさをベランダにもたらします。これは8年ぐらいかな、シッサスエレンダニカ、とてもおすすめ。横浜では越冬します。外でも育てられると思います。ちょっとしだれさせると最高にいい効果を得られますね。フォスタハルシオン、中型のフォスタですね、もう冬なので色はあれですけども、青色の葉っぱになります。素敵ですよ。玉シダよく植えてありますね。でも日陰で水をしっかりやると本当に青々とした緑になります。日に当てすぎるとちょっと茶色くなるのでお気をつけを。フォスタにもあんまり強くないかな。オランダ回遊、これはねまだ4年3年目ぐらいですけども、カラーが育てなくて、育てましたが、実はこれはね夏に葉っぱが落ちてしまうので、あのちょっと育て方が他と違います。フォスタジュン、これはさっきのハルシオンの枝代わりで斑が入りますが、ね、冬になると斑がね消えちゃうのよ。ほぼ変わんないみたいになっちゃってるけど、斑が入ってとっても素敵なジュンです。カレックスエバリロ、この10年ぐらいで急に注目しだしたこの明るい黄緑色の美しい大型のカレックスですね。そして最後にワイルドロット、さっきも言いましたが、こんな感じで大つむぎ、食べられるものではないんですけどもね、観賞用の麦ができたりして、ちょっとずつ紅葉になってて季節を感じられます。そんな、ガーデニング宿根草の植え替えという感じでやらせていただきましたが、いかがかしら。こうリビングから、これ今見てるんだけど、リビングから美しく見えるように私は育てたりしてますが、ね、生徒さんもね喜んでくれたりしてるかななんて思ってます。これから1月に入ったら、今度はこっちね、これに映ってるこのバラの植え替えが待ってる。これも全て変えるんですけど、そうすると結構ねさっぱりして、冬のガーデンというのに生まれ変わって、それもそれでね素敵なんですよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。視点でした。